近くにいるという証だ。 手がかりは車輪の跡。それは森の奥へと続いていた。いざクロードは、双子モーコの荷車は街道を進み、幾人かの番兵をつけて何かを運んでいた。イオの分身から底知れぬ力が溢れていることをクロードは感じ取っていた。 身の毛もよだつものを見つけた。いくつもの真の像、双子たちから抜き取られたばかりのようだ。時すでに遅し、だが行き先を調べねば。 迷いはございませんな。クロードは敵の先陣を見つけた。残虐な猛虎兵を許してはおけぬ。 結び合わせられるのは般若という妖だけのはず。だがそれは別の機会に語ることとしよう。